中学校の時からなんか歌うこと好きやなっていう感じはちょっとあって、自分の中でその音楽の授業のテストとかでなんかみんなの前でアカペラで歌わなあかんみたいな時あったんですけど、その時もなんか歌ったらなんかみんながなんか叶うイコール歌みたいなイメージになって、で自分でもなんか歌うこと好きなのかなと思い始めてきて、でその SNS っていうのも自分で初めてやってみて、何のしたらいいかなと思った時に歌のしてみようかと思って、誰に向けて歌ってるのかなっていうぐらいのほんまに趣味だったんで、まあその趣味でコツコツ続けてたのが良かったんかなとは思うんですけど。ねえ聞いてもいい？君から見た私のことで、また心の中での独り言、こうして夜は毎晩過ぎ去ってく、声出せないのまた寝る前と夢で泣いてる、どんな光で照らす月よりも断然君の方が眩しくて、そっと目を閉じてできる夜空にも残像が鮮明に映るよ、あの三日月が満月に変わる日が来たら、この二人の距離もさ縮まってるのかな、月日が流れるにつれお互いの気持ちも揺れて、そんな恋願って恋願って目を奪った今夜の月は。高校2年生の時に修学旅行のバスでクラスの一つのノリで、僕がもともとやっぱ SNS とかに歌載したりしてて、めっちゃこいつ歌うやつやんみたいなイメージあったんで、その周りから「ちょ歌えよ」みたいなノリになって、ラッドウィンプスさんの「そっけない」っていう曲を流されて、マイク渡されて、でみんなにスマホも切られてみたいな感じで、もう歌うしかない状況で歌って、で YouTube にその動画を最初載したら結構伸びてくれて、で今はもう700万再生ぐらいいってくれて、その動画の子やったんやみたいなことも言われるぐらい、結構いろんな人の目に届いた初めての動画、それです。今となっては良かったですけど、その当時は音楽を自分が本格的にやると思ってなかったんで、なんかこんだけ広がってもって大丈夫なのかなとか思ったんですけど、結果オーライですね。今はああこういう世界もあんねやって、そこで SNSに足を踏み入れた感じですね。周りとやっぱ自分だけ特化してるものが欲しくて、でちょっとそういう結果を自分で出せたのは自信になったというか、まあ誰もができることじゃないことをできたのは良かったです。そんな恋になって恋になって目を奪った今夜の月も